ない。バッカナールの街。誰か。じゃあ、仏さんに聞いてみよう。ちょっとすいません。ダメだ。あれ？おい、教えてくれよ。はいはい。被害者について。あれ？あ、これだ、これだ。これ聞いてないわ。はいはい。君じゃないのか。あった。おー、やっぱりそうなんですね。集めたよ。8分の8。推理する。いいじゃないか。おう。推理画面なんだな、これ。はい。ある理由により、身元が特定できない状態だった。なぜ身元が特定できなかったのか。おー、こういうやつで、そういうね。はいはい。首を切断されていたからです。はい。そうだ。お前は誰なんだ？自分か。あ、びっくりした。特徴は掴むことができた。ということは何だったのか。これだね。40代男性。うん。おい。怪しい目撃情報が、はいはい。黒い何かですよね。あれ？これだ。これ人間じゃないんじゃないの？やっぱね。ムササビとかさ。はい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 。オッケーオッケーオッケー。二つの遺留品が残っていた。ある信仰宗教は、立ち寄った可能性のある場所。バーのマッチでございますね。はい。そうだね。僕もそう思う。行こうぜ。バー。不要な情報を整理した。いいね。殺害現場。バー。まあいいじゃないですか。バーっぽい音楽じゃないですか。情報を集めよう。バー、バッカナール。バー、バッカナール。ママですかね。どうしようかな。誰から話聞こうかな。なんだこの、ああ、ヤンキーみたいなちょっとね、サングラスかけて。ほうほう。開いてないの？入っちゃったよ。怪しいやつを見なかったか。かっこ笑い。一元さんもよく来るし。そうっすか。片っ端から逮捕ですね。これとかね、聞いてみようかな。ダメか。写真があればと思ったけど、首ないんだもんね。ダメだよね。特に消えることはなさそうでございます。じゃあ、酒でも飲むか。飲みますか。硬いな。これで3回ぐらい飲むと、あれ真っ暗だぞって言ってこう、家に帰っちゃうみたいな演出とかないんですかね。あ、まだ お店の人なのこの人。警察じゃ。警察じゃ。つって。じゃあ、ぼったくりやってないですよ。この辺じゃ日常茶飯事。どんだけ治安悪いのこれ。マジで。やばいでしょ。ええー。そうだね。いやーでも。
も死んじゃったからね。非協力的。重要な情報だから。逮捕だ。逮捕コマンドとかあったら面白いんですけどね。とりあえず逮捕する。ダメか。特に聞けることがないんですな。だって8個もあるんだよ。証拠。マスター、あ、そうだね。あいつは何なんだ。殺が嫌いなんだよね。まあまあ好きな人もね、いないと思いますけど。なるほど、なるほど。なるほどね。現金のやつなんだね、こいつは。はい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 。わかりました。酒を飲もうじゃないか。ウイスキーだな、これは。よし、ボトル入れちゃうよ。ボトルを入れてもらおうかな。吸いやせんで。何でも聞いてくださいよ。マジか、信用商売じゃないのかよ。マッチを持っていた客について教えてくれ。マッチね。お、ロングコートの男とおかしなローブを着た男二人が来ていました。いや、これもう確定じゃないですか。二人でしきりに話し込んでましたけどね。エコダちゃんが近くにいたから何か聞いてるんじゃないですかね。エコダちゃん？あ、そうなんだ。エコダ出身なんですかね。ママじゃないんだ。複雑だな。あー、お菓子いただこうじゃないか。これか。ちょっとすいません。エコダちゃん。お、いいじゃないか。見た目とか顔の特徴を覚えていたでしょう。うん、コートの方は疲れた中年サラリーマン。なるほど。長いヒゲ生やして魔法使いみたいなローブ着ちゃって。おじゃあもう出張で来てたのかな。だとするとちょっと身元を割るのが大変そうですね、これね。うん。おー、東洋ホテル。ホテル。これは移動してもいいのかな。酒を飲むか。よし。ボトル入れたのに飲まないの。そんなのありかな。長いヒゲのローブの男。マッチね。変わんないな。じゃあホテル行くか。バーバッカナール。あれ、移動はどうすんのこれ。あ、これか。ムーブ、ムーブ。ホテル。監視カメラだ。壊さなければ。あれに映ったらいけないんだ。あ、映ってるかもしれないってことだな。被害者が。映ってる、映ってる。絶対映ってるよ。よしよし。オーナーに見せてもらおう。オーナーの人いる。いらっしゃいませ。オヨホテルへようこそ。警察だ。警察だって言うのかな。実際に警察来たら。熱い事件について聞きたいことがある。敬語使おうよ、そこは。気づいたこと。私ども、日に何人と接客いたしますもので。どなたかお探しですか？監視カメラだ。監視カメラ。一応これ聞くか。これダメだ。監視カメラを見せろ。かしこまりました。少しお待ちください。お！よしよし、顔が割れるぞ、これで。え？
顔、あ、よし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 、ゲッツゲッツ。俺またバーに戻ったらね、顔写真を見てもらえばいいわけで。いいじゃないか。じゃあ、このパソコンらしきものも見せてもらおう。フロント用のコンピューターかな。使い方を知りたい。え、どういうこと？必要な情報。あー、名前とかが分かったら入れればいいのかな。じゃあちょっと、ムーブ。バー。写真を見せよう。絶対覚えてるだろう。え？マジ？まあ、それ信じますよ、私。これ引っ掛けだったら怒りますけどね。相当怒りますけどね。誰かに確認してもらおう。わかったよ。じゃあ、オーナーに、ね。むむむ、むむ、むむ、むむ。これは、現場に戻るのかな？もう片付けてやれよ。かわいそうに。ずーっと血出てるよ。え、もうここで聞けることはない？え？マジで？え、どういうこと？だって、顔写真確認してもらうしかないじゃないですか。え、バカ正直に信じていいのかな、これ。いいのかな。え？お、そうなんだ。すごい親切だな。令和なゲームだな、やっぱり。気づいたこと。同じかい。いや、だから、コートの顔写真なんです。おー、怪しい二人組の。これか。ローブのようなものを着てる。困っておられます。長期宿泊ということで、確か。相田様という方なのですが、昨晩から、死んじゃったよ。うん。間。間くん。あと一個。あ、これね。わかったわかった。間。よしよし。コンピューター喋るのこれ。ものすごい最新鋭じゃないですか。え、この近くにお住まい？なんだ？長期出張じゃなかった。なんだって。アイダホ。アイダの家はホテルの近く。略してアイダホ。揃った。よしよし。推理しよう。うん。バーとホテルに立ち寄った、マッチを持った客の大きな情報。怪しい人物たちとは？こいつよね。もう一人連れがいて。うわ、びっくりした。また引っかかっちゃった。うん。被害者とおぼしき人物の名前が判明した。相田くんだよ。間ではないかだもんな。まあいいや。そう、ホテルマンは、コートのとこは間だと言って。ホテルでも連れの目撃証言が気になった。え？あ、ローブね。え？これでいいの？